皆さん、こんにちは。今日は日本の芸能界における絶対的な存在、デヴィ夫人について深掘りしていきます。デヴィ夫人というと、その独特のキャラクターや華麗なる生涯、さらにはその鋭い洞察力で皆さんの記憶に強く刻まれていることでしょう。今回はデヴィ夫人の人生の中で特に注目すべきエピソード、すなわち彼女の結婚歴、逮捕された過去、そして驚くべきことにそういればという噂の背景について詳しく見ていきたいと思います。彼女のこれらのエピソードがどのように彼女の人生とキャラクター形成に影響を与えてきたのか、一緒に考えてみましょう。それでは始めていきましょう。デヴィ夫人の本名はナトナ・サリ・デヴィ・スカルノです。旧名および日本名は根本直子。1940年2月6日に東京府東京市麻布区霞町で生まれ、現在はインドネシア国籍を持っています。デヴィ夫人はタレントとして活動しており、さらには NPO 法人アースエイドソサエティの総裁や株式会社デヴィーナソサエティの代表取締役としても活躍しています。2019年からは YouTube での活動も開始し、そのチャンネルはデヴィ夫人対デヴィ、デヴィーチャンネルと名付けられています。デヴィ夫人はスカルノ元大統領との間に一人娘カリナを設けました。カリナは2005年に米系大手金融機関シティバンクの欧州中近東アフリカ地区 CEO フレデリック・シーガスと結婚しました。デヴィ夫人は1940年2月6日に東京府東京市麻布区霞町で生まれました。彼女の父親平七郎は麻布区霞町界隈の大工の棟梁で、弟安男が一人いました。太平洋戦争中には母と弟と共に福島県浪江に疎開しました。デヴィ夫人の家庭は裕福ではありませんでした。デヴィ夫人は15歳の時、新東宝制作の映画青ヶ島の子供たち女教師の記録にエキストラ出演しました。高陵中学校を卒業後、東京都立三田高等学校定時制課程に進学し、一方で千代田生命保険に入社しました。しかし貧しい家計を支えるために、昼休みや休日に喫茶店などでアルバイトを掛け持ちしました。デヴィ夫人が16歳の時、父親が亡くなり、それにより高校を中退しました。その後赤坂の有名高級クラブコパカバーナで働き始めました。19歳の時にインドネシアへの開発援助に関連して東日貿易の秘書としてインドネシアにスカルノ大統領のもとに送り込まれました。この時期には昭和のフィクサーと称された小玉義雄がデヴィ夫人のキャリアに関与していたとされています。デヴィ夫人がインドネシアに渡った当初、スカルノ大統領はデヴィ夫人を愛人として受け入れました。この時期新たに独立したインドネシアは東西冷戦の最中にあり、スカルノ大統領は日本との外交関係や資金援助の取り付け等を非常に重要視していました。デヴィ夫人は1962年にスカルノ大統領と正式に結婚し、4人の夫人の中で第3夫人となりました。しかしその同じ時期に母親が病気で亡くなり、さらにデヴィ夫人は全財産を詐欺師に騙し取られ、実弟が自宅アパートで自殺したという一連の悲劇に見舞われました。3年後の1965年、スカルノ大統領は軍事クーデターにより失脚しました。スカルノ大統領は軟禁状態にされ、デヴィ夫人は日本大使館に亡命を希望しましたが、国際的立場上の理由でその希望は叶いませんでした。この時スカルノ大統領の妻たちの中でデヴィ夫人だけが大統領の元を離れずにいました。1967年デヴィ夫人は娘のカリナを出産し、その後政治的に亡命者に寛容だったフランスに亡命しました。スカルノ大統領が生きている間に何度か婚約発表があったものの、結局再婚はしませんでした。1969年には日本の俳優津川雅彦との不倫騒動がマスコミを賑わせました。1970年スカルノ大統領が死去した際、デヴィ夫人はスカルノ一族としての地位や財産の相続権を失いました。その後のインドネシア政府の方針により第三夫人としての遺産分与が行われたとも言われています。その後
デヴィ夫人はスペイン人のフランシスコ・パエサと交際し、その後フランスの貴族であるエルゼアルド・サブランイコールポントベスと婚約しましたが、結局破局しました。ところでデヴィ夫人には逮捕歴があるのを知っていますか？それは1992年傷害罪での逮捕です。デヴィ夫人が傷害罪で逮捕されたのは1992年の新年にアメリカ合衆国コロラド州アスペンで起きた事件です。この事件ではセルヒオ・オスメニャ第4代フィリピン大統領の孫娘ニニー・オスメニャさんを含む一行と一緒にいる中、自分が侮辱されたと感じたデヴィ夫人がシャンパングラスでミニーさんの顔を殴打。ミニーさんはその結果37針縫う重傷を負いました。この事件によりデヴィ夫人は傷害罪で逮捕され、禁錮60日、罰金700ドルの実刑判決が下され、34日間刑務所に収監されました。またもや事件は起きました。2014年に起きた平手打ち事件です。デヴィ夫人がまたもや注目を浴びたのは、2014年に発生した平手打ち事件です。この事件もデヴィ夫人の名声とその強烈なパーソナリティをさらに強調するものとなりました。これらの事件を通じてデヴィ夫人の強烈なパーソナリティと彼女が持つプライドが垣間見えます。これらの行動は一部では批判的に受け取られましたが、デヴィ夫人自身は自分の行動を恥じることなく、刑務所での生活は学生寮のようで楽しかったとさえ述べています。これはデヴィ夫人の独特の世界観とパーソナリティを表していると言えるでしょう。次にデヴィ夫人はソー・イレバだという噂についてまとめていきます。デヴィ夫人がソー・イレバなのかという噂があります。デヴィ夫人には若い頃からソー・イレバという噂が昔から出回っているようです。調べてみるとデヴィ夫人が高級クラブでコールガールをしていたことから出た噂です。何でも高級クラブでは夜の接待があり、接待相手は国際的にも超ビップばかりだったとのこと。接待相手の大事なものに傷をつけてはいけないというプロ意識から自分の歯を全部入れ歯にしてしまったという内容です。デヴィ夫人がそう入れ歯なのかという問いについて現在の情報では否定されています。デヴィ夫人の健康な歯は医師によって検診されており、健康な歯を全て保っていることが確認されています。これはデヴィ夫人が非常に高い健康状態を維持している証とも言えます。デヴィ夫人について長年にわたって語られてきたそう入れ歯説は、彼女がスカルノ大統領と結婚した1962年頃から存在しています。しかしこれはあくまで都市伝説であり、根拠のない噂とされています。その理由としてはデヴィ夫人が結婚した当時、その美しい歯並びが話題となり、また大統領夫人という地位を持つことから金持ちの象徴として当時とても高価だったそう入れ歯に関する噂が広まったと考えられています。しかしデヴィ夫人自身は歯について非常に厳格であり、芸能界でもそのこだわりはよく知られています。例えば加藤一二三氏の歯に対する厳しい批判などが有名です。したがってデヴィ夫人がそう入れ歯であるという噂は、その美しい歯並びと彼女の地位から生まれた都市伝説であります。実際には全ての自然な歯を保っていることが最近の医療検査で明らかになっています。そんな高貴なイメージのデヴィ夫人ですが、2023年5月まで代表理事を務めていた一般社団法人のアミチエジャポンから資金を持ち出したという報道がありました。アミチエジャポンはモナコに本部を置く慈善団体の日本支部であり、その名誉顧問総裁はモナコ公国元首の大公アルベール2世です。大公の母で元ハリウッド女優グレース・ケリー妃に仕えたマダム・レジーヌなる人物が1991年に創設した団体であり、団体の目的は社交パーティーで集めた金銭を国連機関に寄付することです。2023年1月下旬、デヴィ夫人は戦火のウクライナを支援するとして訪問。これは完全にデヴィ夫人による単独行動でしたが、帰国後デヴィ夫人はウクライナの渡航費用や物資輸送費用などをアミチエから捻出するように主張したのです。アミチエのお金を使うことを団体に事前報告はなく、メディアのインタビューやブログでもアミチエのあの字も一切出ていなかったのですが、事後決裁は今回までと念押しの議決をした上、
団体は苦肉の策として3月に物資輸送費350万円の支出を認めました。ところがデヴィ夫人は次の理事会でも渡航費用や現地での食費などを追加で事後請求してきたのです。さすがの理事たちも事後決裁はもう受けられないと理事会で否決すると、デヴィ夫人は代表の私がお金を自由に使えないなんておかしいですと言い放ったといいます。結局こうしたアミチエとの関連が疑わしい、ウクライナ関連などの請求は合計で600万円に上りました。さらに4月になるとデヴィ夫人はアミチエの会員に対し個人事務所のアドレスからメールを送り始めたのです。内容はアミチエへの非難に加え、アミチエと無関係なデヴィ夫人の交友録やデヴィ夫人の個人活動への勧誘でした。会員の連絡先を転用することは悪質な行為であるため、アミチエはデヴィ夫人を解任することを決めました。デヴィ夫人は1788万円の残高がある団体名義、通帳や印鑑を手放そうとせず返還を拒否しました。週刊文春がデヴィ夫人を突撃取材したところ、ウクライナ渡航費の公私混同は否定、通帳を返さないことについては私は私のアミチエを持ってますので、私が商標登録しているの、私がオーナーなの、私はこの口座を自分で使おうと思っていますからと返答しました。今回のデヴィ夫人のウクライナ訪問はプーチン大統領への怒りが原動力につながったとし、当初世間からは絶賛されていました。もっと積極的に支援すべきだと思います、岸田首相もウクライナに行くべきですなどと説得力のある発言もしていましたが、この実情が明らかになった途端デヴィ夫人には批判が相次ぎました。また2023年7月には現在ももっぱら話題になっているジャニー喜多川氏の性加害問題を肯定するような発言したことでも注目を集めました。デヴィ夫人は同年7月自身の SNS でジャニー氏の性加害問題について、半世紀にわたって日本の芸能界を牽引しスターを育て、その非凡な才覚で何億何千万という人々を楽しませ夢中にさせてきた、昨今の流れは偉大なジャニー氏の慰霊に対する冒涜、日本の恥であるなどと投稿したのです。これまでの多くの被害者による勇気ある告発をこのような厳しい言葉で批判したデヴィ夫人の発言に驚きの声が多く上がりました。しかし同年10月には様々な報道で私の全く知らない喜多川氏の愚行を知り、驚きとともにおぞましく感じましたとした上で、以前の発言を撤回させていただくとともに、私の発言により傷ついた方、怒りを覚えた方に心より申し訳なく思いますと謝罪しました。デヴィ夫人といえばどんな人物に対してもこびず恐れず歯に生きせぬ物言いで知られ、どんなに批判の声が出ようが自我を通す印象が強いキャラです。しかし近年のこうした騒動のせいで、長きにわたってお茶の間の人気バラエティ番組に出演したり、情報番組でご意見番を担ってきたデヴィ夫人の評価は大きく変化してしまったのではないでしょうか。現在もメディアなどへの出演は変わらずされているようですが、これ以上世間を驚かせるような事件は起こしてほしくないですね。ところでスカルの大統領が亡き今、デヴィ夫人の生活はどうやって賄われているのでしょうか。デヴィ夫人は東京都の渋谷区に豪邸を構えており、洋風なレンガ造りの家でこだわりにあふれた家になっています。そして日本だけではなく、ニューヨークの高級エリアにも自宅を持っているとか、宝石のコレクションもすごく数億円の価値があると言われる118カラットのエメラルドも所有していることを明かされています。これらの資産を合わせると資産は50億円と言われていますが、なぜこれだけの資金を持っているのでしょうか。一大統領夫人としての遺産相続、デヴィ夫人の元旦那さんはスカルの大統領です。クーデターにより大統領が失脚してしまい亡命を余儀なくされます。そこで問題になったのは遺産相続でした。当初第三夫人であったデヴィ夫人には資産は与えられませんでしたが、政府の方向転換により資産分与が行われたようです。これによりデヴィ夫人は莫大な遺産を相続したことになります。二大統領夫人のための年金、
デヴィ夫人はインドネシアの本大統領夫人という立場ならではの年金を受け取っています。インドネシア政府から10年分が一括でまとめて支払いがあるようです。インドネシア共和国1978年法律第7号には元大統領への手当、終生年金とその後は遺族への半額支給が定められているそうで、デヴィ夫人は今は日本に住んでいますが、現在もインドネシア国籍のため年金は受け取っていると考えられます。いくらもらっているかの情報は定かではありません。3. 不動産運用。デヴィ夫人は国内外で自宅を複数所有しています。自宅以外にもマンションやホテルなども所有しているとか。アメリカのニューヨークではニューヨーク市指定歴史保護区内建造物となっていて、築100年以上の豪華な物件を所有しています。近年の物価高騰でこちらの物件の資産が爆上がりしていることは間違いないようです。デヴィ夫人はインドネシアの元大統領の夫人としてスタートした人生から、現在では日本で広く知られたテレビパーソナリティとなり、その独特なキャラクターで多くの人々を魅了してきました。彼女の過去には予想外の挫折や試練もありましたが、それらを乗り越えることで今日では幅広い視聴者に愛される存在になりました。4. 芸能界。デヴィ夫人はバラエティ番組や旅番組にも出演しています。特にバラエティ番組イッテ Q などでは出川哲夫さんと探検隊のコンビを組んで毎回過酷なロケに挑むなど、体を張って活躍していますよね。なぜこのようにチャレンジができるのかといえば、あなたは無理とかできないだろうなどと言われると、反対に絶対にやりきってみせるという闘志が湧いてくると語っていますので、その負けん気の強さが若さを保っている秘訣なのかもしれませんよね。デヴィ夫人の健康と美の秘訣、そして次に何をしようとしているのかは、これからも私たちの興味を引きつけるでしょう。デヴィ夫人が薄いピンクのドレスを身にまとい、白トリュフを使ったディナーを楽しんだ投稿に反響が寄せられています。デヴィ夫人は12月4日北釜荘で陶芸を習った後に創作和食を、5日にはディズニーランドホテルでディナーを楽しんだことをブログに綴っていました。そして6日は友人宅で白トリュフをふんだんに使ったクリスマスディナーをいただいたことを報告。なんて豪華なことでしょう。嫌というほど香り高い白トリュフがいただけるのですと、たくさんの白トリュフやスライスするシェフ、料理などの写真をアップ。さらに皆さんお持ち寄りの極上のシャンパンと赤ワイン、キャビア、ウニ、マグロ、お肉などなど贅沢三昧で皆さんと歌を歌ったりと楽しい夜でしたとコメントし、胸元がシースルーになっているドレス姿を披露しました。デヴィ夫人はインスタグラムにも同じ投稿しており、ファンからはドレス姿素敵ですね、憧れます、いつも美しすぎで見入ってしまいます、薄ピンクのドレス上品ながらセクシーでお似合いです、夫人年齢関係ないですねなどのコメントが寄せられていました。いかがでしたでしょうか。デヴィ夫人のこれからの活動に期待してぜひ注目してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。